第一期名人戦以後の名人戦は、様々な圧力の末、1960年末に読売新聞との契約が成立して発足し、日本棋院と関西棋院によって行われることになり、1961年1月1日の読売新聞に社国が出されて、第一期が開始された。この第一期は13人のリーグ戦により、藤沢秀幸が9勝3敗の成績で優勝し、 第一期名人くらいとなった。三角騎士は、当時の9段くらいである、ゴース制限、北に実る、藤沢放斎、坂田坂尾、高川角、島村敏弘、宮下秀弘、杉内正雄、橋本宇太郎、橋本正治、半田道元の11名、及び前進となる、日本最強決定戦リーグに残留していた、岩田正雄、最高位戦優勝者の藤沢秀幸の、 計13名による総当たりリーグ戦で争われ、この優勝者が第一期名人となることとなった。込みは5目、持ち時間は各10時間の2日制で行われた。1962年7月までで藤沢秀行が暮れ、坂田も破って9勝2敗とトップを走り、日本棋院障害担当理事として名人戦創設の推進役となった藤沢は自分で 名人戦を作って自分で名人になる気かなどとも言われた。前年の第16期本因坊戦で旧連覇中の高川を破って念願の本因坊位についていた坂田は、半田道元、北に実るにも破れて8勝3敗、午後1961年8月の交通事故の後遺症に苦しみながら8勝3敗と名なっていた。八月後から六日の最終戦で、呉坂田戦、 藤沢、橋本正二戦が行われ、この結果で優勝が決定することになる。橋本は、前半4勝1敗から宮下に負け、北に、岩田に勝って6勝2敗と優勝戦線にいたが、その後連敗して6勝5敗と交代していた。呉坂田戦は、港区芝明船町の福田屋、藤沢橋本戦は、千代田区清井町の福田屋で行われた。6日の午後9時過ぎに、 藤沢が投了して9勝3敗となる。呉坂田戦は中盤まで坂田が優勢だったが、5が追い上げて、午後11時55分、5が白番地獄勝ちとして9勝3敗となった。しかし地獄勝ちは、正規の勝ちより下位という事前のルールのため、同率ながら、プレーオフなしで藤沢秀幸の優勝、第一期名人が決まった。藤沢は敗戦の時点で、 同率決戦と思い込んで街に出てしまい、優勝を知らせるために記者が駆け回ったという。またリーグ戦は6名が陥落し、予選を勝ち抜いた3名が新加入して、9人のリーグ戦で第2期の名人への挑戦者を決定することになった。序盤は互角の戦いだったが、下辺の戦いからこうとなり、黒は右辺を連打して優勢となる。白は、 上辺の黒の大石を狙って、左辺で西を動き出し、以下白18までと打ってから、白20で目を取りに行く。黒から22の点が利きでなくなっているため黒23までの項となり、白 A、黒 B、白 C の項材から、白は上辺、黒は左下隅の白を取る振り代わりとなった。この時点でも黒が盤面10目は優勢だったが、坂田は、 寄せで交代して、盤面ご目、く、白の自獄勝ちとなり、劇的な藤沢名人の誕生となった。この時は事後を確認するために、念のために記録係の中山の之が別室で並べ、直しを二度行った。ありがとうございます。